青木亀塚古墳は大理塚古墳群に属する千葉県富津市にある前方公園墳である。青木亀塚古墳は大理塚古墳群の北西部にある。墳球長は106メートルで同じく106メートルの墳球長とされる東海山古墳とともに古墳群内第3位の墳球長を持つ古墳である。集合を含めると全長126メートルと推定されている。 噴丘は、内房線青堀駅から、富津岬を結んでいた、組用鉄道建設の際に一部が削られ、また二十歳や宅地としても削られてしまっている部分がある。これまでの発掘調査から、埴輪は検出されておらず、大理塚古墳群内では三条塚古墳と並んで、前方公園墳終末期に造営された古墳と考えられているが、青木亀塚古墳は、実際には、 古墳として使用されなかった可能性がある。青木亀塚古墳は、小糸川下流域の中石平野にある、かつては砂丘であった、海抜約8メートルの微光地上に造営されている。1963年、研究者によって初めて、青、堀中学校校庭古墳という名で古墳として紹介されたが、100メートルを超える墳丘の規模に比べ、前方部の高さが約5メートル、 公園部に至っては、約3.5メートルと噴球の高さが低い上に、噴球の状態にも乱れが見られ、実際に古墳であるのか否か疑問を持たれていた。1989年12月から1990年2月にかけて行われた発掘の結果、青木亀塚古墳は前方公園墳であり、噴球周囲には一重の集合が巡っていることが判明した。また、 古墳の規模の割に、墳球の高さが低いのは、墳球が削られてしまったためである可能性が高い、ことも分かった。しかし公園部墳球部分の発掘調査では、古墳の石室の痕跡すら検出されず、その上、墳球の上に土を盛り上げた形跡も見当たらず、この古墳には、実際に遺体を葬る石室が作られたのかという、疑問が提出されることになった。また、 東古墳の集合内から奈良時代のものと考えられる住居跡も検出され、埴輪のない終末期前方公園墳と考えられる東古墳の造営から長期間が経過しないうちに古墳墳丘のそばに住居が建てられた点も疑問とされた。1996年7月には墳丘前方部とその周囲をめぐる集合の調査が行われた。 その結果、前方部紛丘の角の部分を大きくカットされたかなり、得意な形態をした紛丘であった可能性が高いことや、集合の幅が狭いことが明らかになった。集合の幅が狭い点は、房総半島の終末期前方公園墳である千葉県三部市にある大帝権元塚古墳との類似性が指摘されている。また同じく1996年には、 東古墳前方部北側からも古墳時代後期から奈良時代にかけての集落跡が検出され、東古墳のすぐ近くに古墳築造当初から住居があったことが判明し、実際に古墳として使用されたのかという疑問がさらに深まることになった。現在のところ青木き三つか古墳は未発掘の部分に埋葬施設が存在する可能性と未完成のまま築造が中断されてしまった。 前方公園墳である可能性があるとされている。東古墳は全長100メートルを超え、墳球の規模的には大理塚古墳群の中でも名刺墳クラスの大きさであるが、その実態は解明されていない点が多い。ありがとうございます。